どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロトセブンの地震について話したいと思います。ロトセブンは毎回言ってるけど、結構自信を持って予想して、それで自信を持って結果を待ってるんよな、毎回。だから結果も惜しいんよな、毎回。もうちょっとで当選が4回続いてる。そこがロト6と違うところ。ロト6は外れ方がほんまにひどい。全然違う。ねんけど、ロト7は手応えがある外れ方。次は当選できるんちゃうかなって毎回思わせてくれる。でも、この方法でやり続けたら、当選はできるんじゃないかな。多分、いつになるかわからんけど、少なからず、この方法であれば、当選はできると思う。あと4等か。4等も1年以内には当選できると思う。2ヶ月、3ヶ月だとちょっときついけど、1年。1年あったら、4等はいくんじゃないかな。ちゃんと。数字の流れとか、そういうのを研究し続けたら。過去の回見ても、そのやり方で4等当選できてるから。まあ3等ともなると、多少工夫はいるけど、4等までだったら、この方法でやり続けたら多分いくと思う。1年以内に。よっぽど、傾向が変わらない限り、あと、何回も、あれ買いが続かない限りは。まあ、僕が言うあれ買いっていうのは、20代、30代が5個出たりとか、1桁が5個出たりとか、そんなんじゃない限りは、4等は可能やと思う。4等さえ当選できたら、3等は必然的に当選できると思うね。時間はかかっても。で、3等当選できたら2等はそんなに難しくない。ボーナス数字2つあるうちの1つ一致したらいいだけやから。まあ、とりあえず、まず目指すところは4等かな。4等当選するために、とにかく、必死で努力して、予想したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。